美男美女すぎツーショットも、平成矢乙とめ光る、スタート者今年6人目結婚。で、注目はジェシーに CD 売り上げ激減問題も勃発。8月12日、へい。せジャンプの矢乙とめひる、33が一般女性と結婚したことを発表した。同グループは6月7日に有岡大樹、33が女優の松岡眉、29。 との結婚を発表したばかりで、グループでは二人目の既婚者となった。今年に入ってから、旧ジャニーズの新事務所、スタートエンターテイメントのタレントで結婚を、発表したのは、八乙女さんで6人目。事務所が良くも悪くも、タレントファーストを重視するようになった影響も指摘されていますが、過去にない結婚ラッシュです。ワイドショー関係者、1月は、 11日に近景愛キッズの道元剛よし、3分の45月末対象が桃色クローバー Z の桃高菜子、30と、16日に先に密会騒動があったカトゥーンの中丸雄一40が元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈、32との結婚を発表。3月には、3日にニュース加藤茂明、37が一般女性と、 13日に小山慶一郎40がトリ AAA の宇野美佐子38との結婚を発表。そして有岡が6月、八乙女が今回結婚を発表したのだ。マネジメントがスタート者の体制に移行してから、もう誰がいつ結婚してもおかしくないような状況になっていて、ファンは戦々恐々としている感じです。結婚こそしていないものの、 熱愛が報じられているタレントは多いですからね、全道今年に入ってからは、カトゥーンの亀梨和也、38と田中みなみ、37、タイムレの菊池風二29と白石舞、31中島健と、30、とワシオレナ、30と、数多くのスタート者タレントの熱愛が報じられている。特に八尾爪さんの結婚を受けて再沸騰しているのが、 ストーンズのジェシー28、さんと綾瀬遥はるかさん39の熱愛です。二人は7月24日のニュースポストセブンで真剣愛が報じられてから日が浅く、最近も続報があったばかり。ジェシーさんの過去の発言などからも、大いに注目を集めているカップルですからね。どう、ジェシーと綾瀬は、綾瀬の主演映画、リボルバーリリー千二十三。 で共演したことで交際に発展したと言われている。当時は朝の情報番組目覚ましテレビ、フジテレビ系での美男美女すぎるツーショットインタビューが話題になったりもしたが、その後、プライベートでも距離を縮めていき、交際がスクープされたのだ。双方の事務所、ジェシーは個人事務所は交際を否定しおらず、8月5日発売の女性セブン小学館では、 両者のアヤセの超高級マンションでの同棲の話が報じられている。アヤセの年齢やジェシーが過去に何度も交際は結婚が前提という恋愛観をアイドル誌やラジオで話していたこともあり、ファンの間では結婚を確実視する声も多い。それが今回の八百目の結婚で改めて沸騰しているのだ。一応構えてるので、ジェシーは結婚報告するならばよ。 いつまで構えてればいいのか教えてほしい。ジェシーと綾瀬はるか結婚するんだって思ってたらまさかの八乙女光会。この流れでジェシーもし結婚してても報告できなくて草。でも勝手に結婚ばらされそうだしアイドルは結婚しないに限る。といった、実はすでに結婚しているのではといった声まで出始めているのである。そんな中芸能プロ関係者は、 もちろんアイドルとはいえ恋愛、結婚は個人の自由ではありますが、と前置きし、こう続ける。有岡さんと八尾爪さんと、結婚が続いた平成と、ファンからも結婚同然の見方をされているジェシーさんのストーンズ。両グループに今後、懸念されていることとして CD の売り上げ激減問題があります。何は男子が典型的な例ですが、 メンバーの熱愛が発覚しただけでも CD の売り上げは激減する。それが結婚となれば大変な影響があると思われます。何は男子は、2023年8月に西畑大吾、27が読売テレビの足立夏保穴、25と、9月に長尾健と21が元セクシー女優と、11月に高橋京平、24が人気グラビアアイドルで女優の黒木光。 24と3連続で熱愛が報じられ、ファンがドン引きする事態に。熱愛発覚前に発売されたフォースシングル、スペシャルキス。23年3月8日発売の初週売り上げが51.6万枚、オリコン、調べ、だったのに対し、西畑と長尾の交際発覚後に発売されたフィフスシングル、メイクアップでミッシング、9月13日発売。 は初週売り上げ39.4万枚に大幅ダウン。さらに高橋の熱愛発覚後に発売されたシックススシングル、アイウィッシュ、11月15日は初週37.0万枚とさらに落ちている。なお、何は男子は今年8月28日にはセブンスシングル、恋する光の発売が控えている。熱愛報道にしらけてしまうファンは多くいますが、 熱愛ならまだ噂になっているだけどうせ破局するなど何とか受け入れるファンも多い。しかし、結婚となると完全に一線を越えた感じがあって、ファンを降りる人は多いんですよね。前室の芸能プロ関係者。平成が最後に発表したシングルは昨年5月31日発売の 33TH。シングル、Dear My Lover 裏表は初週売り上げ 24. 24.2万枚。 今年に入ってから新曲 CD は発表されていないが、グループの新曲、ナードが8月15日スタートの深夜ドラマ、恐れ CBC テレビのエンディング曲に使われることは発表されており、そう遠くないうちにリリースされるだろう。また、ストーンズが熱愛報道前に出した最新シングルは7月10日発売のゴング、ここに帰ってきてで初週売り上げは、 42.6万枚だった。熱愛報道が初週売り上げに大きな影響を与えることは何は男子の件を見れば明らか。それだけに平成とストーンズは次の CD 売り上げ枚数が落ちることをメンバーやスタッフが心配しているのではないでしょうか。